どうも、虹色ライダーでございます。はい、3人でスラムダンクを語りましょう。お願いします。はい、こい、行こうか。ああ、さっきの、仙道。いいっすね。続き。はい。はい。そしてその仙道とね、両南対湘北ですね。はい。これが全国行ける切符がね、すごいね、あるわけですよ。とんでもない戦いですね。どっちかが勝てば、はい。全国と。わかりやすくていい。うわぁ、ゴリ。ゴリがいい。ゴリがいてましたね。いいですね。わかりやすくていい。なんかゴリのいいところって、そういう、なんか、こう、ドーンとしてる感もあるんだけど、はい、めっちゃ頭いいから、頭そうですね、そういう緻密な計算とかも多分できるので、うん、はい、なんかそのゴリってすごいよね。ゴリってすごいすごいよ、ね、いやもう僕ナンバーワンですから、好きなキャラクターゴリですよ。ただのゴリラじゃないんじゃないんめちゃくちゃ頭いい。めちゃめちゃすごいですよ。あいつ弱点ないんですよ、意外にも。ねえ。ねえ。あ、そうです、そうです。すごいですよ、あいつ。頑張りやらしい。はい。まあ、この試合がね、なかなか、何巻だ、あれ。結構、まあ、2、3巻。ありますね。16、17、18、19ぐらいまであったの。まあ、練習試合以降のね、両南との再対決になりますけど、まあ、メンバーはちょっと変わってますから、はい。湘北も両南もね。もうね、じゃあやっぱ三井と宮城増えてますから。そうそうそう。強力な助っ人が、助っ人というか仲間がね、そうですよ、いるわけですよ。よく三井と宮城抜きで2点差だった。そうそう。あれ、三井が言ってたんだ。そうです。お前らよく、本当にここが、両南となったのかみたいな。なったのか、多分って言ってました。めっちゃ強いからね。そう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 。いや、本当ですよ。まあ、両南福田吉兆がいな。吉兆が入りましたからね。桜木がボコボコにされるわけですよ。ボコボコにされる。もう本当にあそこがね。いや、あのシーンがもうね、もう僕はもう一番と言っていいかもしれない。桜木がね、悔しさで震えてるシーンあるじゃないですか。倒されて。はいはいはい。血出てね。したら、ね、綾子さんにこう、震えてるって言われて。じゃあその時に春子さんがね、心配だから降りてくるんですよ。したら、綾子さんは目で、春子さんに今違う。やるんですよ。綾子さんめっちゃいい女です。めっちゃいい女。あそこね。だから最高なんですよ。本当は来なくていいよって言えば、タコちゃんとか言ったらいいんですけど、でも、桜木に聞こえちゃうから、それを言っちゃうと。桜木はこの辺にタオルをかけてるんで。そうそうそう。そうそうそう。だから、もう目で。めっちゃ大人だよね。大人。綾子本当にね。高 2? ほら、綾子高 2? 高2ですから。そう。29とかじゃないよね。すごい大人な対応。素晴らしいですよね。いや、ほんとボコボコにやられちゃいましたよね。福田にね、桜木がね。そうそうそう。群青さん。いや、そうですね。もう群青はもう、そうですね。まあ、弱点。その弱点が結構両チームに出たっていう。そうだね。試合でもあったなって。不安要素みたいな。そうですね。もういろんな、まあ赤木がイップスになるという。あの足を、また怪我したらどうしようみたいな。そうですね。そしてウォーズミがファールをどうしてもしてしまうとか、もう前の試合で退場になってるから、普通の選手だったらあんまり気をつけるんですけど、まあでもそれでもファールをしてしまうっていう。まあお互い、まあラストがかかってるっていうので、ミスもたくさん出た試合だったんじゃないかなと。熱くなってるっていうね。そうですね。で、まあ桜木のファインプレーもあっての魚住ファイブって。そうです、そうです、そうです。ここでか、今出てます。そうです、そうです、そうです。確かにあのゴリのイップスね。あれはちょっとドキドキしましたね、やっぱり。あの試合って安西監督がいなかったので。そう、はい。これは大きい。そうなんですよ。これでやっぱ赤木にかかるね。やっぱリーダーシップっていうのがすごい大事な中でのイップスだったんで、あれはちょっと不安になりましたね。すぐ三井が気づいてくれた。そうそうそう、タイムオーバーですね。次のね、頭突きで。そうです。あのタイムアウト頭突きで戻って。本当ね、頭突きした時、小暮は、もうダメだ、めちゃくちゃだ、もうって言ったけど、意外もう大丈夫。調子に乗るね。どうやら吹っ切れたみたいだな。あれ素晴らしいです。桜木がやっぱそういうところでね、やっぱ主人公だからっていうのもあるけど、まあ不安要素とされた桜木が、実は弱点じゃなくて、勝利へと導いたっていうところそうですね、あれもいいですよ。うまく描かれてますね。うまく描かれてる。うまいのよ。本当ですわ。ガンガン結構桜木の、シーンこの前見たんですけど、ガンガン点取ってますわ。一番取ったんじゃないですかっていうぐらい、両南戦、両南戦取ってますね。まあね、魚住が引っ込んでから菅平になってから、そうです、そうです、だいぶもう両南がこうみんな点取りまくりみたいな感じになったからね、勢いがついたから。意外に両南もね、ベンチ薄い、薄いっていう。菅平、菅平ちょっと花道くらいの身長か、このミスマッチを使わねえ手はねえって投げてましたよ。あ、それこそ宮城はあれじゃないですか、俺一人なら
簡単に止められると思ったから、はい、仙道にね、仙道がね、ここは絶対やらんって、そうです、仙道が重さに宮城がそのままさっていくっていう、だからこそあれは大きかったですよね、うん、左右にルカは桜木ですから、うんうん、それでもあの突っ込んでいく、はいはい、あれ宮城良かったですね、電光石火だーみたいな、ね、そう素晴らしいさ、なんて速さだーみたいな、で地味にあの好きなのはその赤木がね、はい、あのそのイップスになって、はい、で立ち直るじゃん、はい、だから魚住も集中力ですよ、体験の集中力、はいはい、あそこ好きなの、なるほど、そこもいい、ここで線を引いたってやつですね、うん、はいはいはい、ガッそうそうそうシガシそうそう、この仕事は俺に任せろ、そうそう、泥臭いやつは任せろと、いやーかっこいいですね、魚住、魚住もだからちょっと乗り越えた感があって、確かに確かに、ね、ただのやられ役じゃなかったところがいいよね、いやそうですね、首の、ああそう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 、 うまいうまいうまいマキね、マキちっちゃい子もね、そうそうそう、そうあれで、ね、遅れたヘルプがね遅れるんですよ、本当にマキ、ね、もう全日本の監督になってるっていうぐらいなんだこの人はっていうぐらいのすごいよ、ね、マキはすごいすごいマキのさすがでございます、マキすっごい出てきましたから、ただちょっと本当にマキもすごいんですけど、いい加減この人の話しませんか、うん、メガネくんですよ。メガネくん。この試合はもうメガネくんを語らずして。そうそうそう。そうね、メガネくんが最高だったでしょ。そうなのさ。だから、田岡萌一が言ってたからね。ええ、今回 の範囲は桜木と小暮を甘く見てたっていうところ。そういうことです。最後の小暮のスリーポイントですよ。そうさ。ちゃんと、池上って、6番はいい。うん、そう言ってるからね、そうですね、そう、そこで言ってるルカにつける、ある程度は、うん、あのほっといていいって、ただあの6番じゃなくて5番、あ5番6番安田の、うん、そう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 、ある程度話してで、しかもそうやって池上に田岡が言ってる時に赤木が聞いてるんですそれ、あちっちゃい子まで、あありましたね、うん、ね、うんだから、だから小暮フリーダー打てそうそう、いや繋がるわけですそういうことですいやいいっすね、あれは素晴らしいよ、いやほんとメガネ君大好き、して回想シーンですよ。はい、メガネ。そう、そっからね、回想シーンなの。からの回想シーン。先輩、ボスケ部に入りたい。俺も一年だな。北村中時代。いや、だからもうこの試合は、三能戦がなかったら、もう完全に最終回ですよ、うん、いや、そうなのさ。すごいですよ、うん、これ。そう。ね。そうなの。そう、回想も含め、うん。いや、もうすごい試合。うん、とんでもない試合。だから桜木も開花してるから。そう。なんでそこに桜木がいるんだって。ああ、そうそうそう。本能的にボールにガッていって、鮮度を止めるっていう。確かに。ふ、うんって、うん。そうそう。最初、ボールに集まっただけだ。素人得意のやるなと思ったけど、その後もぬって上から現れてくるけど。すごい。もう桜木の良さがバンバン出ましたね。そう。負けた、ね、両男も、田岡さんがやっぱいるから、うんはい、潔い負け方っていうかね。はい、か気持ちいいんだよね、あの試合。そうですね。終わりも。確かに。うんなんの選手は最高のゲームをしたと、うん、サインはこの私だと、そう あれがいいんですよ、やっぱり、だからあの試合損してる人ほぼいなくなる、ああ確かに、うんうん、評価下がってる人なんかいないですよね、いないの、うんうん、まあ強いて言えば菅平ですよ、ね、菅平ぐらい初登場で、はい、大丈夫かこいつってボコボコにそんぐらいだよ、いいし一個もなかった、本当ですやられ役だよ、やられ役ですね、完全カマセイヌでしたね、うん、いい試合ね、本当素晴らしい、感動する、また読みたくなってきたな、うん、その群青さん気になったことがあったんですよ、あった言っちゃって、はい、すごい練習してきた両男はうちはどこよりも練習してきた、一番ナンバーワン、そして目つぶってみんな吐きそうになるじゃないですか、はいはい、そうですね、はい、その吐きそうになって大住やっぱ2本ともフリースロー外してるんですよ確かに大住は苦手だったみたいなで赤木も外してるんですけど、うんうん、この二人も本当に3年間バスだったすいません本当にまあまあまあ得意不得意はあるからね、そうそうそう、うん、だって僕も7年バスケやったのに昨日群青さんにフリースロー対決負けたすいません赤木と大角のことは責められないフリースローはね違うんですよ、それは、ね、なんか練習練習とはまた別なんですよ、うんうん、また別なんですね、メンタルとかもあるやっぱちょっと力がありすぎるのかな、ありすぎるあの力のパワー系ですね、パワー系だから、確かに確かに繊細さがね、ちょっとそうですね、そういうのも見せないとあれですかね、やっぱあのルカとか仙道とか輝かない、まあそうだね、そういうことですよ、完璧になると赤木ゴズミがちょっとすごすぎた、確かに確かに、っていうのもあるから、ね、やっぱちょっと弱点をバランスをね、うん、まあでも仙道のね、うん、全国は見てみたかったな、いやー本当ですね、本当ですね、マキです、マキみたいに言いましたね、マキみたいに言いましたマキ、あえて、はい、そう、あれはね、あんなすごい選手が全国に行けないっていう、うん、確かにね、うん、本当にそれだけ湘北がすごかったと、そういうことです、最後安西先生を万歳して、はい、
終わったんで。そうですね。心臓止まっちゃいますよ。看護師さん。俺たちは強い。言ってましたね。俺たちは強い。言ってましたね。そしてあれっすよ。赤木。ああ、青田。青田。青田ね。確かに。青田ね。そうだ、青田もいいっすわ。あの、だから、小暮が、メガネ君がスリーポイント決めて、で、わーって喜ばれてる時に、青田が、笑ってる。笑ってる、ニコって。ね、セリフこそないけど、めっちゃいい、あの、そうだ、青田すごい。あ、確かに。シーンもたまんないっすね。確かに。だからこそもう、三能性なかったら、これ最終回ですよ。ほんと素晴らしい作品。ねえ。そして、あそこ、最後の最後で、先導が来るぞ。はい、なるほどね。桜木戻れって。戻れ。先導が来るぞ。やられてますからね。しっかり桜木の成長もね、そこに出てましたよね。あれはもう本当最終回ですね。最終回さ、これ三能性だけど。そうだからもう全員がいい。だからルカは言ってないけど、ルカはもうだからその先導のためにそうだ。前半を収めて、後半に本領発揮。やばいっすね。バチバチの。バチバチ。あのね、丸い駒。丸い駒ね。すごい。とんでもない。角出てましたね。何でもないつ。本当もうキャンドル・ジュンのこれよりすごいつの。すごいつのでね。だってバチバチだったからね。そうですね。てめえに勝つためだっつってね。いやー、いかったですね。ルカはあれもいいよね。だから最後まで持ちましたもんね、ルカは後半のね。仙道もこう、お前にできることは俺もできる。あー、そうだ、頑張って。そうね。ヘッドするから。いやー、すごい仙道。すごいな。すごいし、盛りだくさん。盛りだくさんさ。本当に。とんでもないっすわ、これ。素晴らしい。そしてまあインターハイの切符を手に入れて、はい、全国に行くわけですよ。なるほど、はい、これはまた次回話しましょう。ぜひ。ということで、ダブダンクの話この辺で終わりたいと思います。はい、読んだことない人マジ見てください。読んでください。さよなら。よちくや。はい、こいち。いろいろやったけど。